今日この後さね、ロックマンなんだけどさね、やばいんだけどロックマン。え、なんかもうさ、ちょっと一回でもうウッドマンやめねっていう説あるんだけど。え、ウッドマン、いや練習した結果ウッドマンまではねいけたのね。でスバル、いやこれ何回かやって、いや倒せちゃうかなと思って練習したんだけど、マジで一回も倒せてない。いや三部戦より全然むずい。ウッドマンいけるのは上級者。おい、ウッドマン簡単って言ってたじゃん。ウッドマンめちゃめちゃ難しいよ。ウッドマンは強いよ。え、そうなの？おいおい、コメント欄がウッドマンが簡単だっつったからウッドマンにしたのに。嘘に決まってんだよな。ねえ、もうねえ、もうなんだ、難しいじゃん。楽なのはメタル、バブル、フラッシュあたり。え、なんかバブルマン、ちょっと後で見ろか、そのやつら。あ、もう傷ついた、みんなに嘘つかれたから。あ、もう傷ついた、スバル。みんなに嘘つかれて、スバルの心はズタボロ、ズタボロロックハートだよ。あ、もう傷ついた、スバル。正直エアーマンは本当に弱いよ。それ大丈夫？個人の感想だったりしませんか？世間一般的に見てゲーム下手な人でもクリアできると個人的よ。個人の感想の集まりだぞ。はじめまして、可愛いですね。あ、本当？あ、ごめんね、大きい声出しちゃって。あ、普段はね、まあおしとやかなんですけどね、ちょっとあまりにもね倒せないからね、ちょっとこうなってしまいました。いや、想像以上に下手だったから。おいおい、誰だ、出てこいよ。おい、お前も名前覚えたかんな、マジで。スイカバッチ。エアーマンは倒せるけどたどり着けない。あ、そうなの？確かに下手だったからね。おい、もう、はい、もうデスノート、もうデスノート行きです。もうスバルの配信を見て可愛さで死ぬ。スバルの配信を見て、わ、スバルちゃん可愛いなと思いながら幸せに死んでいく。デスノート。はい、 Thank you for watching. Please subscribe and push good button. Thank you for watching always.